こんにちは、今日は2月4日です。今日さっき外でやっぱり撮影したんですけど、発言ミスがあったので撮り直しをしています。今日お話ししたい内容は大相撲の観戦方法、現地に行った時の観戦方法についてお話ししたいと思っています。現地に観戦に行く方っていうのは、いろんなチケットがあるので、どのチケット取ったらいいかなってことを結構悩まれるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。それは当然その値段のことだったり場所のことだったり、もしくはその抽選で外れてしまってどうしようかなとか、行く家族の人が何人いるからとか、誰と行くのかみたいな、その辺のところでやっぱり誰におすすめするかによってどの席が一番いいっていうのは言いにくいので、初めて行く人は特にそういったところが分かりにくいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、僕が実際ね、その一時期その90日中ほぼね80日近くぐらい行ってた時っていうのは、ほぼほぼねほとんど当日券、もしくはその15日間の投資券っていうので行ってたんですけど、でね、その、やっぱ当日券とかその自由席じゃなくてその投資券で取ったやつっても椅子席だったりとかすると結構上の方からの観戦になってて、せっかく現地観戦行ったのに、僕は初めてじゃなかったですけどね、初めて行った方だったらちょっとねやっぱりもう少し近くで見たいんじゃないのかなっていうふうに僕は思っています。で、大相撲って、ご存知の方も多いと思うんですけど、朝8時半ぐらいから始まってテレビ放送の終わる6時ぐらいまでが、ずっとやってるんですけど、人がどれぐらいその時間帯によって入ってるのかっていうと、やっぱり早い時間っていうのはあんまり人が入ってないんですよね。で、大体その人が入ってくる時間帯っていうのは、十両土俵入りぐらいからちょくちょくこう人が増えてきて、一番こう人が入ってくるののマックスっていうのは幕内の土俵入りだから4時過ぎぐらいですかね。大体それぐらいが一番こう人がこうわーって入ってくる感じですね。修学旅行の学生さんとかその辺の方も入ってくるのはだいたい4時ぐらいですね。だから2時間ぐらい相撲を見れればいいかなっていう感じだと思います。要するにその朝の早い時間帯、9時とかそれぐらいの時間帯っていうのはほとんど人が入ってなくて、だいたい感覚的に言うと 10% から 20% ぐらいの、その埋まり具合だと思います。で、その場合って特にね、そのマス席取ってる人っていうのは自分のその席なんでね、そこはあんまりねマス席にこう来てる方っていうのは実は少なくって、ただやっぱりこうアベマ放送とか見てるとマス席にも結構人が映ってると思うんですよね。で、中にはもちろんそのマス席持ってて朝早くからこうお酒飲みながら見てる方もいらっしゃるんですけど、あそこにいる方っていうのは実はそのそこの席じゃないけど前の方に来てるっていう人が結構多くいらっしゃるんですよね。で、これはね推奨するものではありませんからね、推奨するものではないんですけど、あくまでも現実どうなってるかってことと、僕がどう思うかってことなんで、それだけはお間違いないようにしてください。で、実際その普通の野球とかサッカーとか、地方巡業とかもそうだと思うんですけど、自分の席に行く前にチケットチェックとかっていうのをやってる、その現地が多いと思うんですね、その会場とかで見るとき。で、大相撲もたまり席に行く人とかね、夕方ぐらいになってくるとチケットチェックがあったりとか、そのシールをねチェックしたりとか、そういうことがあるんですけど、さすがにね朝9時とかそれぐらいの時間帯っていうのはもうほとんど誰でもする感じです。で、その入り口を使わなかったとしても、大相撲っていうのはそのマス席の柵、これぐらいの高さの柵があると思うんですけど、区切ってる、あの柵を普通に乗り越えていけばどんだけでも前に行ける感じになってます。だから、そのどこまで行けるのっていう話になると、もうどこまでも行けます。その土俵に入らなければ、だからたまり席に座ってる方もいらっしゃいますけど、たまり席っていうのはその写真撮影とか飲食が禁止になってるので、一番多いんじゃないのかなと思うのはマス席のかなり前の方、マス席 A とかぐらいだと思います。どういう人がいるのっていうと、多くはね、やっぱ相撲関係者の人が多いかなと思ってます。その取り組みをしている力士さんの、お母さんお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、あとはもう本当にすごい毎日見に来てるような相撲マニアみたいな、そういう人が僕の感じでは多かったなっていうふうに思っています。で、どれぐらいね入れるのかなっていうふうに言うと、
僕的にはそのさっき言った十両土俵入りぐらいからポチポチ入ってくること考えると幕下の階ぐらいまでがいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。いいんじゃないのかなっていうと推奨してるみたいに思われるか、それぐらいがまあ安全と言いましょうかと思ってます。でただね、そのそこに座っていいよっていうわけじゃなくて、やっぱその席っていうのは自分の席じゃないので、もしもそのチケット持ってる人が来たらもちろんすぐにすいませんって言ってどくのが当然だと思うし、まあ、座るとしても僕が座るとしてもやっぱりそこの場所っていうのはその食べ物とか飲み物で散らかさずに本当にもう座ってるだけみたいな、で写真撮影ちょっとするだけならもちろんそれぐらいだけだし、まあ、荷物もあんまり広げずにっていう状態がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。でこれはね、その捉え方によると思うんですけど、僕はね別に自分が行った時にその席に座れればいいと思ってるだけで、まあ安心していけるじゃないですか。夕方から行ったとしても自分のその指定席だったらその席に座れるっていう感じなんで、だからその行った時に座れるのを指定席というふうに考えるのか、もう指定席買ったらその日一日自分がいなくってもそこに誰かが座ってるのがすごく嫌っていうふうに考えるのかに違いはあると思いますけど、僕はどっちかというと前者の方なんで、自分が指定席持ってて行った時に誰か座っててもすぐに「あごめんなさい」って言ってどいてくれればそれで別に何も思わないので、まあ、僕はそういうふうに考えています。まあこれはいろいろ考え方があると思うのでそれは違うよっていう方もいると思うし、 Twitter なんかとかだと、まあ、自分の席じゃないところに座りやがってみたいなことを書かれてるのもあったので、まあそれはね本当捉え方かなというふうに思ってますが、僕はそうは思っていません。現実その現地に行ってね、その朝8時半とか9時ぐらいからその指定席 C とか、指定席 C っていうと結構上の方なんですけどね、そこに椅子に座ってポツンと一人で見て今日初めて見に来たんですみたいなことを言ってる人いると、ちょっとなんかもう少しせっかく初めて来たんだったらなんか大相撲のね迫力ある取り組みの雰囲気だけでもね、でやっぱりこう十両とか幕内にならなくっても実際現地で見るとすごいこう迫力があるんですね。その序ノ口序二段三段目とか幕下でももうみんなめちゃくちゃやっぱこう一生懸命やってるんで雰囲気はすごくあるし、その雰囲気だけ感じるんだったらちょっと空いてる時間は前の方に行って見て、でまあある程度ね雰囲気を感じたなと思ったらまた自分の席に戻ってきて、でその雰囲気がすごい良かったなと思えばその次回また観戦に来る時に自分でそのチケットを取って見に来るっていう風になればもうすごいこういいんじゃないのかなって僕は思います。で実際その特にねなんか嫌な顔をされたことってこともないし、会場のその相撲関係者の親方関係も僕のことを例えば知ってて僕がその自分の席じゃないところに座っててもまあいいよとは言われたことはないですけど、もう何か言われたこともあります。だから見て見ぬふりみたいな感じになってて、だって幕内力士とかだったらそれはみんなもキャーキャー言われると思うんですけど、もちろんね十両とかも、でも序ノ口とか序二段とかぐらいの力士の方でやっぱ近くで頑張れとかいけけとかって言われたら嬉しいと思うんですよね。だからもしも本当にその応援したいっていう気持ちがあってちょっとねその時間帯だけ前に行きたいなとかっていう人がいたら許してあげてもいいんじゃないのかなと僕は思います。はい、これは決してあのそうできるよとかそういうことしていいんだよっていう話ではないんですけど、まあそういうくらいいいと思いませんかね。皆さんどうでしょうかね。ダメだったらあのコメントに書いてください。どうかな、やっぱりね日本人的な人の方がなんか怒りそうなイメージがありますけどね。特に例えば外国の方とかその自分の席で例えば僕が座ってあんまりないですけど僕は経験上まあその周りで見ててね見てて自分じゃないところの席に座ってて外国人の人が来てでなんかあここ僕の席だよみたいな時にどういけばそんなになんか別に嫌な顔も何もしてないですけどねああみたいな感じで、だから別にその外国人の人も座ってる時もあるけど誰か来てどくときもああみたいな感じで普通にどくだけなんで、まあその時から座れればなんか
実害ありますかね。なんかめちゃくちゃべちゃべちゃになったりとかしてたら本当それは別ですよ。だから、まあ、あの初めてね本当に相撲観戦に行く人とかで座席ちょっといい席が取れなかったりとかして、でもせっかく行ったのになとかいう気持ちがあれば、本当にちょっとだけでもいいからね、ちょっと前の方に行って、その相撲の雰囲気とか釣り屋根の中とかね、実際そのテレビで見てるとその上にぶら下がってる屋根の映像をなんか下から見ることとかもなかなかないと思うんですけど、まあ、早い時間だったらもちろんライトがついたりついてなかったりとかっていう違いはあるんですよ。幕内とかと比べると全然迫力もまた違うと思いますけど、まあそのね、あの中がどうなってんだとか、あ、マイクがいっぱいついてるなとか、なんかそういうところを見るとまたちょっと違う見方で相撲のことが楽しく見れるようになったりとかするかもしれないので、本当にね、律儀に最初から朝から夜までねずっと一席でこう遠い席で見てるのも別に悪くないと思いますけど、そういうところに行ってみてもいいんじゃないのかなと思います。もしもね仮にねちょっとそういうところにこう座るのが怖いなっていう方は、歩いてみればいいと思います。そういうところをこうぐるぐる歩いて、ゆっくり歩けばいいじゃないかなっていうふうに思います。もう中にはね本当にその強烈な猛者がいて、もう朝から夜までずっと末席に座ってるみたいな人もいらっしゃいます。で実際はその末席って全部こう買われてるわけじゃなくて、意外とねその席は取ってあるけど来てないみたいな方もいらっしゃるんですね。でそういう場合っていうのはもうめちゃくちゃ運が良ければそのまんまずっと入れると思うんですけど、まあ、やっぱりこういつ来るかないつ来るかなとか言ってドキドキして待ってるのもちょっと気持ち上ねこう安心できないし、すごいこれから僕が一番応援してる力士の取り組みだっていうタイミングで誰かが、あ、すいませんって来て、あ、ごめんなさいごめんなさいみたいなのがわちゃわちゃしてる間にこう取り組みを見逃しちゃったりとかってこともあると思うので、まあそういうことを避ける意味でも僕的には幕下の階ぐらいまでだったら、そういうとこ行っててもいいんじゃないかなって思いますし、まあ本当に運が悪ければ10時ぐらいから人が来ていきなりこう座った瞬間にすいませんって言われる可能性もあるけど、まあその場合はねすいませんって言って隣の席に移動すればいいんじゃないですかね。はい、ということで、まあ今日は、最近ねちょっと自分語りが多かったんで、まあ、相撲に関連する話をしてみようかなと思って、まあ、あんまり推奨できる話じゃないんで少し迷ったんですけど、まあ、せっかくねこう、まあ、サブチャンネルっていうところもあるし、まだねこう年齢的にも若い方がたくさん見てくれてるみたいなんで、相撲観戦ね実際にまだ行ったことないけどいつか行ってみたいなっていう思う気持ちもあると思うので、その場合ねそのなかなかその高いお金払ってチケット買えないよとかで、まあ、抽選外れちゃったよみたいな方が行った時にね、まあ、本当にちょっとだけでもいいので、まあ、そういうところに行ってその雰囲気を感じてもらったら面白いと思うし、結構ね前の方にいらっしゃる方っていうのはさっき言ったみたいにやっぱ親とかねその親御さんとか相撲関係の方が多いので、まあ、意外とねこう横から入ってくる情報とかで普段ネット上では聞くことのできない情報とかが飛び交ってるんですね。なんかあれがあれとこうでこうでみたいなでそういうのも聞くのもすごい楽しいし、意外とねその仲良くなったりとかして、また新しく応援する力士が増えたりとかするっていうのも一つの面白いところです。普段ね本当気にしない力士さんとかを知るチャンスっていうのは、まあ、このスモちゃんの SNS とかねそのオープンチャットみたいなところとかでも、まあ、いろんなファンの方がいらっしゃるんでそこからもこう情報が仕入れて楽しいかもしれないけど、やっぱりね現地で見てる人の情報っていうのもなかなかねディープで面白いなっていうふうに思ってるので、推奨はしませんがぜひ現地観戦に行ってみてちょっと近くに見てみたいなっていう方は今日の動画の内容を参考にしてみて幕下あたりぐらいまでで選んでみると面白いんじゃないですかね。はい、まあ本当にあの嫌な気持ちになる方がいたら申し訳ないなと思ってますが、まあ現実ね、ほとんど多い、まあ、全員じゃないけどね、まあ、そうやって見てらっしゃる方も多いっていうのが現状です。ということで、以上今日は大相撲の現地観戦についての森本の汚い考え方についてお話ししました。ではね、バイバイ。